名古屋ダルマガエルダルマガエルは赤ガエルかトノサマガエル族に分類されるカエルの一種。日本固有アシュ日本固有アシュ。北海道の一部に移入分布する。体長3.5から8.7センチメートル。皮膚の表面には粒気が少なく比較的な明らか。ンパンは尖る。体色は背面が褐色や淡褐色、紫がかった褐色などで赤褐色の配色線と、 暗色の円形の反紋が入るが、円形の反紋は繋がらない個体が多い。覆面は白く、網目状の反紋が入る。胞子は短く、静止時に、後が、鼓膜に達しない。和名は、体型が太く、後足が短い形態をだるまに例えたのが由来。体長3.5から6 2ンチメートル、ス3.7から7 3トル、小中線状に、 筋模様がない個体が多い。体長3.9から7.5センチメートル、メス4.3から8.7センチメートルと最大アシュ。小中線上に筋模様が入る個体が多い。アシュ、名古屋ダルマガエルは、形態や鳴き声などから名古屋種族と岡山種族に分けることもある。以前は元亜種東京ダルマガエルが,るがアシュ、名古屋ダルマガエルと、 トノサマガエルとの主観雑誌を起源にすると考えられていたが、最近では、元アシュからアシュ、名古屋ダルマガエルが分化したと考えられている。メディアを再生する、東京ダルマガエル定地にある流れの緩やかな河川や、地層、湿原、水田などに生息する。半水性で水辺から離れることは稀。トノサマガエルと同所分布するものは生息地や、 繁殖期が重複しない様子見分けをしている。冬季になると、水の干上がった水田の泥中や藁の下などに潜り、冬眠する。植生は、動物食で、昆虫類や、蜘蛛、ターシ類、貝類、小型のカエルなどを食べる。妖精は雑食で、落ち葉や水草などを食べる。繁殖形態は卵生。繁殖期になると、オスは縄張りを形成し、 侵入した他のオスを追い払う。繁殖音は水面に浮かびながら行う。4から7月に水田やし水に寒天室に包まれた1300から2200個の卵を年に1回産む。陽性は7から9月に変態して幼体になる。生息地では、殿様が得ると混同されることもある。開発による生息地の破壊、水質汚染、水田の減少。 人為的に移入された牛ガエルによる捕食などにより、生息数は減少している。また以前までは住み分けを行っていたトノサマガエルと、生息地や繁殖時期が重複してしまい、主観雑種による遺伝子汚染も懸念されている。PP ブリバーパダス名古屋ダルマガエル、絶滅器具 IB 類 PP ポラーサス、東京ダルマガエル純絶滅器具、徳田竜博氏、 北海道爬虫類、両生類ハンディ図鑑北海道新聞社2011年3月31日 ISBN 978から4から894535923ありがとうございます。